ストラスクライド大学は、イギリスのスコットランドのグラスゴーにキャンパスを置く、国立の研究型総合大学である。理学、工学、理工学に強い理工系名門大学であり、A 国内最高峰のエンジニアリング設備と質の高い教育を提供している。年間の研究費予算は400億円を超えるため、学内での研究活動が非常に盛んであり、 国内外問わず学生の注目が高い大学である。入学が困難な大学ランキングで英国内第11位にランクインしていることがその事実を裏付けている。加えて公式認可を受けた同行のビジネススクールは国内ランキングで常に上位に位置しており、航空宇宙工学部においても常に全英大学ランキングトップ10にランクインしている。タイムズハイヤーエデューケーション。 QS ワールドユニバーシティランキングスなどのランキングサイトより毎年アワードを受賞しており2020年にはスコットランド第1位を獲得している1796年に前身のアンダーソニアン学院が設立され1964年に現行名に変更されたストラスクライド大学はスコットランドで3番目に大きな大学でキャンパスは グラスゴーの中心部に位置し、ジョン・アンダーソン、ジョーダンヒルの二つのキャンパスで構成される。英国内発の工業大学という歴史を持つ。ストラスクライト大学の起源は、1796年に、ジョン・アンダーソン教授のユースフルラーニングを確立するために設立された、アンダーソニアン大学にまで遡る。設立当時は社会に出た際に即戦力と、 なりうる実践的な科目に焦点を置いていた。1828年に公明をアンダーソニアン大学に改名。1887年に英国大学法の改正により公明の変更を求められ、1912年に王立技術専門大学校に改名。その後1956年に理学と工学に特化する方針決定に伴い、 公明を法律科学技術専門大学校に改名。1964年にサムエル・カルマン総長のもと英国大学法に則っ,った専門大学校から大学へのステータス更新が行われ、公明をストラスクライド大学に改名。同時にスコットランド商業専門学校を九州合併。1993年にジョーダンヒル教育専門学校を 九州合併。1964年当初4000人だった学生も2003年には2万人を超えた。2015年には女王陛下によって新しく科学技術の推進を目的としたストラスクライド大学テクノロジーイノベーションセンターが開設した。ありがとうございます。